はい、せーの、作新太郎です。作新太郎です。今日はね、はい、2つ前かな、はい、これ扇風機あの前腕ね、使わないみたいな動画を上げているけど、結構高評価いただけて、またチャンネル登録をしてくれた方が結構多かったみたいなんで、今日はまたそのちょっとそこの前腕とか肘、それをちょっとねまた説明してやってみようと思います。でね、これを使わないって言ってないけど、使えるようになって使わないっていうのが、本当なところで、使ってないつもりなのに使っちゃってるね、みんな力入っちゃってるとかで、だからこの肘とかを使えるようになるっていうのもちょっと分かっていて、で使えるようになって使わないってやるっていう感じになるんだけど、でその使える感覚をするのに愛機詐欺ないけど、こうやって捕まえたやつはやっぱこの捕まえた通りとらわれないとかっていうちょっと、そのまた別問題が発生するんで、今日はこう手をやってもらって、そこにこう肘を置くんですね。でこれをこう下ろしていくっていう合気下げをやるんだけど、この肘っていうのがこういう時計の針みたいな円を置く動きと、まあこうやって回転ねしかしない関節内ね、でそれを力固めちゃうと固まったまんまでとか、肘がこうグニャグニャって動くとかってこうなるけど、普通にやったらきれいにこうまっすぐ折れる。でまずこの手の甲の面とかひら、こっちを下ろそうとするとひねりが入って少し力が入りやすいから、この手刀の面ですね、この面をきれいにまっすぐこう下ろすっていう風にやる。で普通はみんなこの手先で、この手先でこうやろうとするからこういったりするけど、肘から先をこう動かすから、これがベタベタベタってこういう風にいく感じになるんですね、順番に。それをそのまんまスーッとやって、こうそうするとこのようにいくよ、でもしぶつかりを感じても、この手刀面をこう下ろすときは少し強引に力入れても、この前腕は力入らないんで、こっち側の力を使うようになるんで、多少力でこう持っていってもいくっていうのが分かるんですね、分かるなるね、そしたらこの前腕はギュッとこういう握る力を入れないって分かるようになったら、この前腕には親指側と小指側と骨が2つあるよね、だからこう置いた時にこの力を使ってないから、置いた時に自分の中の感覚でこの親指側の方の肘、そっちに意識を置くんですね、その方に乗ってるっていう感じで、これを下ろす時に今度小指側の肘、そっちに持っていくんですね、これ違うよ、そういうのが分かるんですね、親指側と小指側の骨っていうのが分かるようになるんですね。肘を下ろすけど、置いた時に全部ついてるけど、自分の意識を親指側、もしくは今度逆、小指側に置く。そしたら今度は親指側の骨の方の肘を、分かる？違うな。だからこう置いた時に親指側の骨とこっち側かな、肘、それを小指側になるとこう下ろしていく感じになる。で親指側の、じゃあ小指側に置いて親指側がやっと、この、こういう感じになるかな、だから反対、そういう風にこのまんまやけど骨を意識する、骨、親指側、今これは親指側の方の肘に置いてるんですね、それを下ろすときは小指側の骨にしていくっていう、こういう風に親指側と小指側とかって分かれる。でそう、こんなのを繰り返していくと、だからこれを使わないで肘からこっちでやるっていうのも分かってくるわけ、親指も小指も分かってくるし、ちょっと意識が変わってくれる、使える力、だから使えるのが分かるから、そしたらもうこれを完全に抜くっていう、力を抜いて使わないとかっていうのが分かるようになるんですね。でそれができるようになったら、今度こういう力が中使ってると相手の体幹に響くっていうのを知るのに同じ肘を作る。でこれが前腕全然力入ってないと、こうやってパーとか固まってたりしないんですね、こうだらんと、これ
乗っかってるだけみたいな感じ。それで今度は相手の胸に触れるんですね。胸に触れたら同じ。あとはこれをこう下ろすっていう。そうすると体幹にもちゃんと響いてるっていうのが分かるし、今あのここ乗っけたのと同じで、こうついた瞬間に、まず親指側例えば意識して小指側に変えるとか、あのついた瞬間に小指側の方を意識して親指側に変えるとか、あのそういうふうにこの前腕でやらなくて肘からこっちでやるっていうのが分かってくるね。ただでこれが強くガンと当たると押しすぎが当てると、あのジロちゃんがグッと跳ね返してくるから、それに対してまた自分もグッと入っちゃうんで、あのここに触れる圧の感覚っていうのが大事になるんやけど、これを知る稽古法が、あのこの状態でマットぶつかったら、あのぶつかったって思った瞬間をまずやると、こう上げててぶつかったと思うと力が入ってこうやって何にもならないですね。でもあのおよそ見して歩いててぶつかったことにも気づかないっていう、そんな感じで歩いていくっていうふうにやると、こう一緒についてきちゃうっていう、こういうふうにテストをすると、このぶつかった時の自分がとらわれないっていう感じが分かるようになって、だからぶつかってそのままいっちゃうような感じでふっと触れてスッとやるっていう感じにやるよね。そうするとこの肘が上がってくるし、あの畑村先生はそれをここで肘を固定してこれでやったら今度これでやるっつって、こういうふうにやるっていうのもやってました。これもあの同じ肘と同じで、こうついた時に親指側から小指側とか、そういうのがもう同じ、これだけでこの親指一個でもあの分かってくるんですね。もうここが急に分かってくるんだ。そうするともうあの使い方もいろいろどんどんあの広がっていくし、まあ例えばこうしてもらってパンチですね、パンチもパンとここで当てたと、この当たった瞬間はまああの両方どっちからでもやれるけど、まあ、僕の場合は小指側からいくんですね、このパンチっていうのがこの打ち方をすると。でこの当たった瞬間は小指側でいってるけど親指側に変わるっていう、これをバンと当てた時に小指を入れるっていう、パッと瞬時にやるっていう、おわこういうふうにやるとか、もういろいろ応用ができるようになるわけ、ね、であのとらわれないっていうのもこういう傾向でとらわれてそのまま相手にぶつかったところでぶつかって意識働かすと力が入ってぶつかっちゃうんですね。でもそのまんまの感じでもうぶつかったと気にしないっていう、瞬時に動くとかっていう、自分が相手にとらわれないという感覚が分かると、この肘の動かし方も分かって、ここにとらわれない、ここを動かすんじゃなくて、ただ自分の肘を動かすっていうのもあの分かるようになるし、まあ、あのそれももっともっといくと、今あのこの肘もうこれで肘ができている、この肘ですね、何もしてない肘っていうのも、もう本当に何もしてない肘もう何もしてない肘なんですね、これ。もうこれで今日は久しぶりにこれで終わるから。このデジロちゃんはこの手が離せない。こういろんな肘力使うとか抜くとか、だからそういうのも分かってくるんで、まずは肘が使えるこういう練習をね、ぜひやってもらって、であの内反とかそういう傾向的にも同じ肘を使わないで体から放り出るとかっていう、そういう感覚を磨いていって、またこんな傾向とかで使えるようにとかってやっていくと、どんどん自分の使えてないところもね、どんどん開花していくので、またぜひやってみてください。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。